さて、いただこうかね。いただきます。いただきます。わーちゃん、うまい。そうかい。いってて。いつものかい。食後に薬飲むのを忘れるんじゃないよ。うん。ごちそうさま。
アバ、今日メールからダウンロードしたデータだが、どうする？ダウンロード？そのデータはウイルスは入ってなかったのか？検出されていない。中身は？プレイヤーがキャラクターを操ることで移動、情報収集を行い、敵キャラクターと戦って経験値を取得し、レベルを上げるタイプのゲームだ。ああ、RPG ね。有料なのか？有料ではない。へえ。ってことは、悪ガキどものせいでうっかり購入したってわけじゃないのか。どっかのお試しアプリかな。不明だ。ま、変なのじゃないならやってもいいかもな、暇つぶしに。起動するか。頼む。了解。ずいぶんレトロな画面だな。あれ？続きもんなのかこれ。定期的に配信されてくるとか？そのようだ。なるほどね。まさしく暇つぶしにはもってこいって感じの短さだな。
そろそろ寝る準備でもしますかねっと。青葉くん、ちょっと配達をお願いしたいんですけど。あ、手伝います。青葉くん、大丈夫ですか？すいません、ちょっと立ちくらみが。座っててください。こっちは大丈夫ですよ。よいしょ。どうしました、青葉くん？いえ、すげえなと思って。いやいや、そんな。お掃除、お掃除。ああ、凡人くん、奥の方をお願いします。奥、奥。そうそう、それでですね、この品物の配達をお願いできますか？昨日の夜中にお客さんから注文が来てたんですけど、速達指定なんです。もうすぐ仕入れ先の業者さんが来るから、私は店を離れることができなくて、すみません。大丈夫ですよ、すぐ行ってきます。お願いします。
この道入った方が早いんだっけ。ああ。よ、アーバー。うっす。やだ、もう
ゴーゼクさんから。でもそういうところも好き。お、青葉じゃねえか。おっす。青葉、電話元気か？ここにいる。おお、そうか。あら、こちら宝崎さんのお友達。ああ、幼なじみだ。あら、そうなの。この方が。なんだよ、どうしたお前。何が？具合悪そうじゃねえか。な、別になんともねえけど。そうか、ならいいけどよ。これから配達か？そう、誰かさんと違ってな。あ、別に宝崎さんは遊んでるんじゃないのよ。今だってお仕事の途中で送ってくれてるだけなんだから。
まあそう言うなよ。確かにこんなに可愛いお嬢さん方と一緒じゃ仕事も手につかねえからな。食わんは男の恥だよな。その通り、女はこの世の宝だ。柔らかいし優しいし、男を包み込んでくれる。だから大切にするのが男の義務ってもんだ。そうだろう？それじゃ、俺そろそろ行くわ。あら？ちょっと待って。ねえってば。ここ、ほらやっぱり、ゴミがついてる。ああ、どうも。さすがだな。気の利く女は好きだぜ。あら？ん？あなた。よく見たら髪が長いのね。あら、本当？気づかなかったわ。なんか可愛い。女の子みたい。ちょっと何なのあんた、失礼じゃない？悪い。女に手あげておいて悪いで済むと思ってんの？まあまあまあ、ちょっと待てって。俺が代わりに謝るから。ごめんな、この通り。実はこいつ、あんまり女と付き合ったことねえんだよ。だからお嬢さんたちみたいな可愛い子がそばに来るとどうしたらいいかわからなくなっちまうんだよな。
ここは俺に免じて許しちゃくれないか。まあそういうことなら。そうよね。なんだよ、どうした？いい男だから見とれたか？言ってろ、カーバ。ちょっと、コウジャさんに向かってカーバとは何よ。それじゃ、もう行くから。おう、気ぃつけてな。なんか急速に腹が減ってきた。このまま放置すれば約1時間後に胃酸過多による胃痛が起きるだろう。何それ、俺の胃荒れてんの？昨日の食事が影響している。あとは睡眠不足の影響も多少ある。ああ、ヨシエさんの。
アーバー。え？なんだここ。ライムフィールドセッティング中。ライムって、あのライムか？レン？アオバ、無事か？なんだよ、何がどうなってんだ？つか、なんでお前その姿なんだよ。ここではオールマイトはオンラインモードの状態で反映されるようだ。オンラインモードって基本的にライムで使うやつだろ。俺お前のその姿設定画面でしか見たことねえし。つかさっきアナウンスでライムとか言ってたんだけど、そのようだな。ただ地図上の現在地はここへ来る前と同じだ。アーバー、なんだ今の。アオバ、ここはライムのパブリックフィールドだ。俺たちはライムに強制的に引きずり込まれたようだ。はあ？そんなことって。アオバ、何か来る。
もうライムは始まってるってことかよ。この度はお越しいただき至極光栄。それでは楽しいゲームを始めよう。アバ、来るぞ。来るったってどうすれば。待てよ。俺ライムとか関係ねえし、やめろっつーの。ライムネ、スライベル。は？セラナキアオバ。なんで俺の名前？つか、なんだよそのスライなんとかって。ライムなんてやったことねえよ。だからやったことねえって。ダメだ、話になんねえ。逃げるぞ。ねえ、どうにかなんねえのか、ここから抜ける方法とか。試行しているが、ログアウト自体が無効化されているようだ。マジ何なんだよライムって。うわぁ！でぇ！アオバ、大丈夫か？結構本気で言ってんだけど。ライムでは実際の肉体にダメージを受けることはない。全て脳内の錯覚だ。それ以上の影響が出ないように制御されている。だがこのフィールドはダメージ値の制御が何らかの理由で外されているようだ。これってつまり、こちらでダメージを受けると肉体にも何らかの影響を及ぼす恐れがある。最悪じゃねえかや。逃げても無駄だよ。アオバ！大丈夫か、アオバ。大丈夫。計セットだ。アオバ、いいから早く。
了解。ふざけてるな。オールメイトはアーマーなしで旧型。舐めてんのか。ツッピーとか言って完全にふざけてるね。さっさと潰すか。なんだよ今の。青葉が俺に攻撃の指示を出した。攻撃？なんだそりゃ。そんなの知らねえぞ。でもさっきのなんか口が勝手に動いたような感じで。青葉、また来る。指示を。指示って言ったって。でもやんねえとやばいんだよな。さっきみたいに。了解。フォーセット。ラジャー。まずい。期待するだけ無駄だったな。行くぞ。撤収撤収じゃないよ、待って。敵の本体防御壁すごい勢いで回復。どういうことだ。どうなってる。アラート、アラート、危険、危険。破壊と死を。なっちゃった
って、つか、どうなったんだ。店の前。レン、レン、おい、アオバ、大丈夫か？特に大きな問題はない。本当にどっか壊れたとか？一部データが破損している。それって十分問題じゃねえか。家帰ったら見てやるからな。念のために頼む。いや、つか俺の脳内データも破損しているっぽいんだよな。ウサギ頭と戦ったのは覚えてるんだけど、結局どうなったんだっけか。俺のデータが破損しているのもそこから先だ。そっか。ちょい待った、思い出してみるから。全然思い出せねえ。それは仕方がないことだ。そうか、なんで。一般男性の記憶容量を仮に100とすると、青葉の場合は今ここでそういう話かよ。って、あ、青葉。あ、あれ？なんか目が回る。レン、お前いつから足8本に。青葉。少し待っている。